最近始めた黙々シリーズ、今回もやってみます。Beach. Don't. イーマントンパク。Beach. リャンピンは振り点なんで、ただローピン現物、キューピンもは通りそう。
フリテンで。リーチ。フリテンでもいいかな。ドン。ポン。ドラそば。パン。ポン。初ドラドラ。リーチ。ドン。まあ普通漫画がっつり出てたんで、マンズは大丈夫そうという、若干折り組みのチーワン切りですね。
チャンポンリーチかな。リーチ。スモ。このくらい一人行きと二茶争いが始まるので、どっしり構えて下の人で順位争いが起こる、早くて安い上がりが起こるんで、振り込まないようにをメインに。リーチ。リーチ。スモ。一番まずい展開で、親が残っている人が大きな上がり、これは際どいので自分で上がりいかないとまずい。ポン。リーチ。ポン。チー。チー。ポン。ドン。お疲れ様でした。2茶の人の猛烈な追い上げがあって、かなり際どい、点差こそ離れてはいたものの、かなり際どい突分のように思えます。まあ一局打ってみて特にミスったとかはないので、まあ手を作って6000オール
まあ、白と旧装のシャンポンになる、あ、白と老装かな、シャンポンになるだろうなと思ってたら、まさか白がアンコってリアンウーパーピンと最高のリーチができたのが、まあ勝因です。まあついてましたね。まあ黙々シリーズちょっと意外とやってみると面白いので、まあ見てて面白いかはわからないので、まあいや以前の方がいいなぁと、またはこれでもいいよと、何でも何か意見があればアドバイスもらえると参考にはなります。どうもありがとうございました。